こんばんは。2019年3月の15日4時46分です。コラボ枠です。タバコ吸いたい。
紙タバコ吸いてSK さんフォローしてないのでブロックですね。さようなら。
申請来てないよ。あ、おはよう。おはようございます。寝てるの？朝から早速。うん。何も喋んないの？そう。じゃあ俺も黙っとく。沈黙は金なり。沈黙は金なりじゃなくて、沈黙は金じゃなかったかな。沈黙は金、雄弁は銀だろう。お、ありがとう。ありがとう。サンキュー。あ、ごめん、フォローしてない人ブロックなんだ。ごめんね。じゃあね。ありがとうね。無料、有料アイテム。バイバイ。
ごめんね、無料アイテムいらないよ、ブロックです。はい、チョコさん、お疲れ。あ、チョコさん、ごめんね。フォローしてないんでブロックです。バイバイ。お元気で。無料アイテムいらないです。ブロックです。いや、仕事してないっすよ、トンチキさん。おはよう、このみいや、そんな、なんか想像と違いましたね。なんか普通に働いてた方が幸せだと思いますよ。多分。普通に働いてた方が絶対幸せっすね。あんまりうまくいかないんですよね。あんまりうまくいかないんですよ。働けるんだったら働きたいですね。人間関係と睡眠っすね。寝坊しちゃうんすよ。
梅玉さんブロックです。梅玉さんありがとね。今までフォローしてないんでブロックです。お達者で。千里様ごめんなさい、ブロックです。無課金いらないです。課金いらないです。ナナさんブロックです。なんで配信してるの？何のため？理由とかあんまないっすね。もう6年半やってるんで、習慣に近いかな。なんかあんまり考えてないっすね、配信。なんか起きたらもうボタン押すっていうのが習慣になってて。なんだろう、普通に学校行くとか仕事行くみたいなのと同じ感覚なんだと思いますね、普通の人と。あんまり言うとか考えてないですね。習慣ですね。もう結構長いことやってるんで。そうっすね。もう、あと7月、あと4ヶ月だったら、あれか、7年か。結構長いっすね。まあなんか努力とかで続けてるわけじゃなくて、なんだろう、本当に習慣で続けてるだけなんで、あんまり考えてないですね。ヒデさんブロックです。すごいとかじゃなくない？別に。なんか、何かを続けてる。なんだろうな、すごいのかな。すごくはないと思うけど。
たまたまあれじゃん、ハマっただけなんじゃないかな、続けたいと思っただけなんじゃないかな。あれなんだよな、映画のスポンサーになってくれた人と連絡取れないんだよな。なんで？なんで尊敬すんの？はい、無料アイテム投げた人ブロックです。別になんか尊敬するようなことでもないと思うけどな。普通に働いてる人が一番偉いと思うよ。思いません？どうなんだろうな、仕事ではないんじゃないかな。仕事ではないと思うよ。仕事じゃないと思うな。俺は少なくとも仕事だと思ってやってないかな、俺は。そうだね、そうだね、そうそうそう、あーすげえいい言葉だね。うん、今自分でもしっくりきたわ。生活の一部、そう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 。もう極端な話を言うと、生活の一部を超えてね、生活を垂れ流す装置みたいなのにしたいんだけどね。そうだね、生活の一部だね。あーそうだな、すごいな、それは。そうそうそう、ただ一人の男を垂れ流してるだけというか。頑張りません、ブロックです。
覗き魔、まあ覗き魔がいるから垂れ流す配信者が成立するわけであって、なんか理想はもう最近もうなんか人数閲覧が増えることへのストレスが半端ないから、もうここ半年ぐらい30人ぐらいが理想だね。本当に仲のいい30人とわちゃわちゃ話すっていう。もうフォローしてない人とか、なんか無課金アイテム投げる人とか、全部ブロックしてる今は。もう今日だけでね、300人ぐらいブロックしてる。もういらない。なんか関わって生産性のない人とは関わりたくないから、全員ブロックするもん。閲覧30人ぐらいで本当いい。なんか100人もいらない。ただストレスのだけで頭痛くなる。なんか昨日は波長の合う人とだけ絡んでいく。もう過疎でいい俺は。閲覧なんかいらない。うん、無課金アイテムは正直いらないかな。なんか。うん、有料アイテムと、あと気の合う人とフォローしてくれてる人だけでいいかな。まあ、好みブロックしようか迷ったんだけど、まあ、好みは普通にいい人だし、フォローしてくれてるし、まあまあ、5分ぐらい見てたら、まあ気づくだろうなと思って。その無課金アイテムを上げることによって応援してやってるんだみたいな傲慢な態度取られたくないから、ぶっちゃけた話応援にも何にもならないから、無課金アイテム投げられてもストレスなだけだから、なんかこういう頑張れとかすごいムカつくんだよね。フォローもしてないのになんでこいつこんな偉そうなんだろうって。だから今日だけでだいぶ減ったよ、フォロワー。うん。おまっていうかね、なんかね、まあ、バイブレーション合わない人とは絡みたくないんだよね、昔から言ってるんだけど。俺別に大手になりたくて、ね、目指してるわけでもないし、本当になんか楽しく過ごしたいだけだから、仲間とわちゃわちゃ生活したいだけだから、なんかそっとしておいてほしいかな。なんか楽しい空間を壊さないでほしい。他にもね、腐るほどいっぱい配信もあるわけだから。スーパークリッツさん、おはよう。リンゴさん、ごめんなさい。お達者でブロックです。無課金アイテムと、あとフォローしてない人と、うざがらみする人ブロックしてるね。アイテム投げたらブロックじゃないよ。なんか無課金投げて、
なんかマウント取ってくる人とか、フォローしてない人とかをブロックしてるの。モデムって何？あ、モデム壊れたの？つらいね、それは。あ、そうなんだ。まあ、フォローしてない人はブロックしますね、今後は。サブアカ死にました。モデムね、モデム壊れたらね、Wi-Fi ね、無理だからね、ネット化できないからね、辛いよね。あー、またモバイル Wi-Fi の延長に3万円かかるわ。金が飛ぶ。アイテムマークを押したら真っ白になる？ね、どういうこと？アイテムマーク？あ、それね、一回ね、Wi-Fi が電波不足で、一回ね、落としてアプリを Wi-Fi つなぎ直した方がいいかも。それでもう一回ログインすると多分治ると思う。ログインつうか、そのアプリ起動すると。Wi-Fi 使えないのになんで見れてるのかわかんねえな。あー、携帯の電波ってことか。そういうことか。4G か。アプリ再起動っていうか、アプリ落としてアプリつないで治るんじゃないかな、それだったら。
全然あるよ。全然あるあるある。全然あるよ。不具合。初めてモデル壊れた、うん、パソコン使えないのストレスよね。すげえわかるよ。新しいのに買えば。コン使えないのストレスだよね。ああ、じゃああれだ。ああ、はいはいはい、OCM のやつだ。お箱さんの家にあったな。あの黒いでかいやつね。サポートセンターみたいなところに多分電話するんだろうな。それは交換だね。あ、そうなんだ。何、ぶったたいたりしちゃったの？どうなんだろうね。その辺は分かんないよ。俺好みの部屋にいるわけじゃないから。見てあげたいけどね。近くだったら。
ああ、じゃあ、それで使えなくなったんなら、それだね、原因が。それ使えなくなったらね。それが原因だね。この人、綺麗な人だな。この人、昔からいるよな。この人、可愛いよな。この女優さん、なんて言うんだろう。田中優子っていうんだ。この人、綺麗だよな。蒼井優に近い顔なのか。もうだいぶおばあちゃんなんだな。ダンボールおはよう。田中優子さん、昔の女優さんだね。すごい好きな顔なんだよね。いい味のある顔で。もうおばあちゃんだ。美人とは違うのかな。どうなんだろう。すごい、でもセクシーだね。タバコ吸いたいな。イライラする。ああ、そうね、そうね、そうね。そう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 。本当にそう。この人なんか色気あるよね、すごい。何なんだろう、この色気は。ルームテック全然ね、全然来ないんだよね。あ、そうなんだ。ハーフゲンジの奥さんなんだ。ダンボールかわいいよな。新築でいいんだからな。ダンボールかわいいね。
今も奥さんなんだ。ナポリタンいいな。不倫からの結婚でうまくいって、なんか思うんだけどね、なんだろう、俺は一人の人と付き合いたい人なの、俺自身はね。だけど世の中を見てて、多夫多妻制とか彼女が複数いるとか彼氏が複数いることを肯定する社会の方が合ってる気がするんだよね。日本でもともとそうだったんだけど、日本人はね、なんかこう多夫多妻制の方が向いてるんじゃないかなっていうのが俺の印象。なんか一人と付き合わないといけないっていうルールとか常識が足を引っ張ってる気がするんだよね。昔はそうじゃなかったじゃん。ちょっと無理がある。日本人に合ってない。お一人様お一人までがいいっていうか、全員がそうであるべきっていう話じゃなくて、社会がどう捉えるかの問題ね。わかるかな。社会のなんていう認知っていう話かな。本人がどうかは別問題。俺もだから一人がいい派だから、要は 法律とか倫理観とかの話だね。女の人は浮気しないよ、基本的に。女の人は常に本気だから。だから女の浮気は本気なんだ。だからもうその時点で終わりなんだよ。女は本気でしかね、恋ができないから。浮気ができない、そもそも。戦力と。あ、リボンさんごめんなさい。フォローされてない人のコメントはお断りなんでブロックです。ごめんね。お達者で。私の友達は人のものが大好き。そういう恋愛しかできない。ああ。ああ、たまにいるよね。ああ、
たまにいるよ。それは、なんだろう、病気だよな。あ、わかる。すげえわかる。だよね。あ、でも上げまん下げまんってあるよね、絶対。男にもあるんだろうけど、あの女の人で運気ってすっごい変わるから、あの本当に男は付き合う人気をつけないとダメだよね。あの絶対絶対ある。女で変わる、男の人生は。揚げまんなんだ。です。もちろん走るよ。ただちょっと筋肉痛だね。ちょっと筋肉痛。でもリスナーにも上げリスナー下げリスナーって絶対いるよ。あのね、これね、あの配信者にはわかるんだけど、上げリスナー下げリスナーいるんだよ。
うわ、クロクロが復活した。クロクロだ。え、クロクロじゃん。持ってないわけじゃないじゃん。デブ戦のやつ絶対俺のこと引き付けてくれると思う。俺のタイプの人は。クロクロさんってリスナーさんもなかなか。うわ、クロクロだ。食事しようみたいな感じだったんだよね。お、ワドじゃん。うわ、超久々。久しぶり。ワド。久しぶりワド。懐かしい。元気しちゃったな。わあ、何年ぶり？ 4 年ぶり？超大手だよ。うわ、クロクロ来た。すげえ。クロクロがふわっち来た。やっべえの来たよ。でももうふわっちでトップ取るよ、これ。超大手になるよ。クロクロだよ。裸にカーディガンの。あ、知らねえのか、ダンボール。もう、ゴシャブ事件の前に絡んでた。え、ブーメン知らねえんだ。超面白いよ、クロクロ。うわ、クロクロふわっち来た。何年ぶりだろ、鳥肌だった。とんでもなく面白いやつ来たよ。うわ、クロクロ、ニコ生の王手来た。復活か。超本当の気違いで隔離病棟に送り込まれて病院の施設内でガチガチにされて4年間封印されたんだけど。うわ、懐かしい、クロクロ。うわ、超テンション上がる。うわ、クロクロ来たか。来たか、クロクロ。クロクロ知らねえんだ、みんな。本物、本物のきついのニコ生の 100% アンチ放送。本当の天才なの。一人も囲いがいらないの。え、クロクロ知らないの？あ、だからもう時代が変わってるんだ。超大手だよ。クロクロ、すっげえ面白いの。うわ、超懐かしい。クロクロ知らないんだ、みんな。うわ、鳥肌立った。楽しくなるわ、ふわっち。うわ、楽しみ。わ、クロクロ来たよ。うおー、ゲーム実況さ、みんながクロクロ超面白いよ開封枠が伝説なんだけど、プレイステーション4かな、プレイステーション、今やってるプレイステーション2が開封で欲しい欲しいっつって、ゲーム大好きなの、ゲーム実況者なんだけど、開けたらプレステ4だ、嬉しいっつって中身開けたらドッグフードだったなんだよこれって、発狂芸なんだよ、クロクロって。で、発狂芸じゃなくて本当に発狂すんの、精神病で。ニコ生、喫水のニコ生。あれ、お、声と音ずれてる。ああ、ああ、あ、ずれてないね。すっごい面白いの。もうリスナーに毎回はめられるの。やべえ、クロクロだ、超懐かしい。うわー、楽しくなるな。ふわっちは始めたばっかりどころか、もう5年ぶりぐらい。5年前、もうすっげえ人気で、死ね、かす、ゴミとかずーっと、もう 100% アンチション。俺、アンケートとか取るじゃん。100% 嫌われの方向に行くの。もう一体感が半端じゃないの。あ、でも合わないかもな、ふわっちは。要はアンチありきの放送だから、クロクロは。囲うから、ダメになるかもしんないな。うわ、クロクロ懐かしい。あ、終わっちゃった、配信。あ、終わっちゃったね。うわ、クロクロ熱い。マリルボンおはよう。超面白いよ、クロクロ。もう、本当のニコ生だから、生粋の。もう、いくつになったんだろう。大人になったんだろうな。まあ、懐かしいなぁ、クロクロ。うわぁ、なんか、面白いやつ帰ってきたなぁ。無課金アイテム、ブロックです。こいつ。フォローしてない人ブロックするんで、無課金投げる人もブロックです。さよなら。
いやいやいや、多分25とかじゃないのかな、まだ。わかんないけど。うわ、感動した。なんか長くやっててよかった、復活見れたわ。面白いやつが帰ってくると嬉しいやな。っていうか、みんなアイテムちょうだいよ。60円だから生活できないよ。お金ちょうだい、みんなアイテムちょうだい。面白いな。ゲイじゃない、ゲイじゃない。夏場に裸にカーディガン羽織る男だからね。本当の気違い。誰が上位互換なんだろう。黒黒の上位互換って誰だろう。黒黒の上位互換っていうか下位互換か。黒黒って誰のスタイルなんだろう。あ、わかった。あのね、パルパルが黒黒を柔らかくした感じ。スーパークリックさん、アイテムありがとう。ハートありがとう、スーパークリックさん。パルパルを最強にダークにした感じ。うん。スーパークリックさんありがとう。サンキュー、いつもありがとう。黒黒を最悪にした感じだね。黒黒を最悪にした感じ。うん、待ってるよ。無料アイテムいらない、有料アイテムだけでいいや。どうせ1位になんかなれないし、爆投げがないと。21位でしょ。誰も俺が映画に出るところなんか見たくないよ。マカロンありがとう。うん、コドミありがとう。ベネツィア、ベネツィア21位か。何位までだっけこれ。何位まで、何位になると映画に出れるんだっけ。7位だっけ、何位だっけ。7位か。AKB 商法だ。
昨日何時ぐらい寝たっけ、夕方だっけ、覚えてないんだよね。3、40時間ぐらい起きてたから、でもストレス溜まりまくってたから酒飲んで寝たけど覚えてないな。あんまり8時間ぐらい寝たんじゃないかな。ずっと起きてたからね、ずっと起きててずっと振り回されてたからね。まあ、世の中にはひどい人がいるんだなとつくづく思ったよ。嫌だね、嫌な人間っているんだね。もう人間不信になるよね、人間不信に。おはよう。あ、深見、あの、俺が言いたかったんだ。あの、何のことかとか特に言わないけど、ありがとうね。深見と、パルちゃんか、ハルちゃんだか。すげえ救われたよ。あの、ありがとう。じゃあ、走った後もずっと起きてたんだよ。もう人が信用できないよ、俺は。じゃあ、走った後、その後夕方まで起きてて、あの、映画やめるっていう枠やったの。好み。もう映画撮らないって。映画やめますっていう。何考えてるか分かんないっていうか、なんか、なんだろうな、人間の嫌なところを見たよね。人間の嫌なところを見た。なんか本当に疑心暗鬼つうか、本当にもう人が信じらんないよね。すごいショックだよ。いや、同じことの繰り返しは嫌だし、いや、なんだっけ、相田誠じゃなくて、なんだっけ、人間なもの、なんだっけ。相田三男、相田三男か。デロシさん教えてくれてありがとう。ブロックです。
だってフォローしてないんだもん。ブロックでしょ。どうだろうね。なんかもうでもダラダラいいかなって、このままで。別に配信は配信でうまくいってるわけだから、別になんか高望みしなくてもいいのかなっていう。なんか疲れたね。なんかほんとミニマムに生活したいというかね、もうあんまり関わり増やしたくないね。人間が嫌いだ俺。頑張りません。はるさんブロックです。てんさんおはよう。やりたいときにやりたいことやればいいよ。何もしたくないときは何もしたい。そうだね。的な人間っていうか、俺が好きな人はやっぱ少ないよ。100人に1人ぐらいじゃない。もっと多いか。10分の1ぐらいか。10人に1人ぐらいだろうな。俺が居心地がいい人は。もうだから閲覧30ぐらいまで、ギリギリまで落とすよ、今後。どんどんブロック入れていく。正直なんか閲覧があっても何の意味もないし、もうだからなんだろう、昔見てくれてた人でもう見なくなった人とかも全部ブロック入れたからね。もう見れない、関わらないようにした。いいか悪いかじゃなくて、俺が好きかどうかだね。俺が好きな人かどうか。コーヒー買ってきていい？コーヒー買ってきていい？コーヒー買ってきていい？違う違う。そう。いいよって言わないと。なんでアモちゃんもいいいいになっちゃうのよ。アホとアホの会話じゃん。これだからな。返しが分かってないのに、なんボケがいかないから、なんで一人が幼稚園児になってんのにお母さん役やんないといけないのに、なんで幼稚園児と幼稚園児の場合になるんだよ。おかしいだろ。コント成立しないから、それ。いいいいって言って、いいよって言ったらもうわけわかんなくなる。大人が必要でしょ、どう考えても役割って。アホとアホになってる。
ただいま。寒い。黒黒は嬉しいね。黒黒は嬉しい。今までもうバカにされてきたんだから、もうバカにする人いらないよ。会ったことも見たことも関わったこともない人にこんなこと言われたくないよね。ブロックだよ。今日だけで多分今現時点で350ブロックかな。でもね、350人ブロックしてんのに結局フォロワーは50人しか減ってない。なんかほとんどね、あれなんだよな、フォローしてない、なんか急に来た人がね、文句言ってるだけなんだよ。そんなもんよ。なんで人のコミュニティ壊しに来るんだろうね。関係ないのに。内輪で楽しくやってんのにね。